どこに行きます？そうですね、何か美味しいものを食べに行きたいです。僕も日本のお菓子とか食べてみたい。それならさ、下町にもんじゃ焼きでも食べに行ってみるか。アイリスも行く。いつもの店だよね。あそこ美味しいよね。ほら、うちも一緒に行こうかな。エリカハンとおったらツッコミの練習になりそうやし。私は日本の文化が知りたい。道というものに興味があるのでな。では、華道はどうです？私が和の心、道をお教えいたしますわ。それは素晴らしいです。すみれさん、私もよろしくお願いします。私もいいですか？本格的な華道ってしたことがなかったんです。じゃあ、私はここで寝させてもらうよ。今日も朝帰りだったもんでね。ロベリアは私と一緒に浅草寺に行くのよ。精神を鍛えた方がいいわ。ロベリアさん大変ですね。いい気味です。織姫も行った方がいい。僕も付き合うから。それじゃ決まりましたね。大神さんはどうします？誰と一緒に行きますか？大神さんと一緒ですね。下町ってどんなところなんでしょう。ワクワクします。もんじゃ焼きもあるし、飴細工とかもあるから結構楽しめるぜ。へえ、楽しそうだね。僕なんだかお腹空いてきたや。じゃあ、お昼になったら出発だ。帝劇の玄関前に集合だからな。はーい、わかりました。
It's Showtime! 始まるよ。いやー、来ないで。地味な役ですね。私、負けないわ。安い役でほっとしました。行きますよ。
うダメです。私負けないわ。
Thank you.
ここが下町ですか。なんだかごちゃごちゃした通りなんですね。パリと比べりゃ日本はどこも狭いかもな。ねえねえ、あそこでキャンディー売ってるよ。見に行ってもいい？アイリスも行く。ココリコ待って。なんだかんだ言っても二人ともまだまだ子供だな。ほんまやね。あ、戻ってきたみたいやで。ねえ見て見て、にゃんにゃん作ってもらったんだ。アイリスはね、ジャンバールを作ってもらったんだよ。おお、よかったな。そいつはな、アメ細工って言うんだぜ。へえ、すごいね。パリじゃこんなキャンディーどこ探しても売ってないよ。甘くて美味しいし、形も可愛いし、アメ細工ってすごいね。ほら一郎、僕の舐めてみる？美味しいよ。でしょでしょ。あ、そうだ、みんなへのお土産これにしよう。グランマはナポレオンの形のアメ細工、メルとシーは似顔絵。わーい、いいお土産ができた。ねえ、ところでカンナたちが食べてるのは何？変な形だけど。こいつは人形焼きっつってな。まあ一口サイズのホットケーキみたいなもんだ。へー、日本って面白い食べ物がたくさんあるんだね。それじゃあそろそろ今日のメインディッシュのもんじゃ焼きを食べに行くか。エリカ、コーラン、行くぞ、ついてこいよって。おい、何やってんだおめえは。はい、ウィワイハ。エリカハンのことはうちに任しといてんか。ほな、エリカハン、もんじゃ焼きを食べにレッツゴーや。へへ、ゴーや。
そのあたりはもういいぜ。暑いから気つけろよ。暑いけど美味しいです。これがもんじゃ焼きですか？あたいのオリジナルだけどな。本当はこんなに具は入れねえんだよ。ほらエリカ、お好み焼きも食ってみな。これもうまいぞ。はい、一郎、僕も作ったから食べて。アイリスも作ったんだよ。はい、お兄ちゃん。ほら隊長、食ってばかりいないで、そこひっくり返すんだよ。焦げちまったけど、うまくできたみたいだな。大神はん、やるやないの。うちどうもお好み焼きをひっくり返すのは苦手やねん。練習あるのみだよ。コーラにはあたいが特訓してやるよ。ほら、そっちのもんじゃ焼きも焼けたぞ。ちょっと焦がすとうまいんだ。なんや、カンナはん、生き生きしとるな。まるでもんじゃ奉行やな。そうだな。ほら、どんどん焼くから腹いっぱい食えよ。はーい、腹いっぱい食います。Thank you.